流戦も残すは2カード。これから始まるのは6カード目のヤクルト3連戦。こちら本拠地での戦いで、現在ヤクルトはセリーグの1位のチームなんですけど、ただセリーグは弱いチームを集めてるリーグ。その中で1位って言われても、うちのリーグにいたら絶対1位にはなれない。別に脅威でも何でもないんですけども、ただ唯一警戒しなきゃダメなのは、やはり相手の4番の村上宗隆。こちらにもいますけども、能力は高く強い。その村上にやられて侍ジャパンが負けるってことも十分考えられる。村上には1人でチームを勝たす力ってやつがあるから、1試合目から早速状態が良かったりもしますしね。でこちらの先発はダルビッシュを予定してるんですけど、ダルビッシュといえば練習の時に確か村上ホームラン打たれてるんですよね。練習試合とかではなくて、バッティング練習の時に投げて打たれてる。もちろん練習ですからね、そこで打たれたどうのこうのあんま関係ないですけど、印象としては嫌なイメージも湧くよ。なおかつこちら状態の悪さも絡んでいるので、若干というかかなりというか不安なんですけど、もうダルビッシュでいきましょう。ここまで抑えてくれている投手ですから、何も変えることはなくそのまま行けばいいんですよ。でこちらにも村上がいるのであれば、その村上の活躍もあってくれてええんやで。難しい戦いにはしない。簡単に勝てるよう、何か雨いきなり降ってますけどね、関係ない関係ない関係ない。侍ジャパンの力で天候を変えてみせましょう。強さがあるからね、そういう力もあんねんな。天候すらも変えれるっていう見ててよ、きっと変わるから。試合終わりにはきっと雨は降ってないはず。岡本のホームランで先制で、いきなりお前が打つのね、お前が打っちゃうんだね。今回の主役は村上なんでね、共に村上が活躍するようなことがあったら美味しいかな、面白いかなと思ったんですけど、はい、大谷にもホームラン生まれて今季の20号目到達。さらに岡本が、いや、この岡本本当も大谷以上打ってるんですよね。機械の差はあるとはいえど、すごいな、やばいな。そらこんな4番がいたら負けへんわな。6点目までゲット。で、ダルビッシュも抑えてくれてはいるんだけど、村上にはフォアボールを与え、ヒットを許してるよね。やっぱちょっと難しいから、その流れでホームランも考えられるが、今三振を奪いましたね。6回を投げてのこの内容でここまで来て不安あったんですけど、その不安が的中しないんですよね。勝手に不安を一人感じ取ってるだけ。バカでしょ。何を不安がある必要があるんだ。能力もあって、ここまでの実績もあって、今シーズンのこの数字までもある。何ら関係なく抑えてくれるので、もうこのままやるとしたらこんな点差なんで、9回の表しっかりと抑えていくことだけやればいいでしょう。はいはいはい、また打ってくれてる。岡本やばいね、今日4打数4安打で、打点もめっちゃついてるんじゃないかな。後ほど確認といきましょう。でも途中で変えられましたね。また打席入ってた、打ってたと思うが、あとちょっと最後に2点を与え、ダルビッシュはもう1度変わりましたね。楽々に勝てるゲーム状況の中、最後栗林で抑えていきましょう。何の難しさもないぞ。できれば難しいシチュエーションをやった方が動画的には面白いのかもしれないですけど、俺はそれを求めていない。やりたくもない。簡単に勝てるゲーム展開を最後スムーズに締めればいい。この試合に関してはね、次のゲームではちょっと違ったことがあるかもしれない。やっぱトータルで言うと村上に打たれてるんですよ。それも後ほど確認していくけどね。結果としては打線の爆発があったから勝てたけど、例えばこれが接戦になった状況の中、村上をランナーありで打たれてはいけない場面で迎えて抑えますけどね。そうなったらね、抑えてくれるやつがいますからね。抑えますっていうのはおかしいな。俺が抑えるんじゃないからね。勝手にやってくれると思うんだ。俺も別にそういうシチュエーションでやりたいわけではないんでね。やった方が面白いのかもしれないけど、やったら打たれるから。栗林が掴んで、あ、そう、アウトにはできない。まあ、こういう無茶なプレイやめておきましょう。源田任しておけばよかった。まあ、その源田任しても多分今セーフになってるとは思うんだけどね。ピッチャーがこういう飛びついた打球取りに行ってアウトになるってことも考えられる。これも飛びつく必要もないですね。余計な失点与えるのも別に悪かないけど、防御率に関わってくるからね。どうせなら見栄えのいい数字をキープしたい栗林なので、このまんま与えることなく行きたいところ。またアタックポイントをクリアされたら相手の能力が上がる。とはいえど9回2アウト8点差ですよ。きっと何もそこに絶対起こらないはずなんでね。流された打球はファール差し込んでますね。最後はこの流れで落として三振。じゃないのね。じゃあカバーどうだ、パワーカーブ。当ててきて。これは源田源田源田で、岡本の勝者、今日全打席ヒットで打点も4打点を記録してる。えげつない活躍をしていて、で相手村上も3打数の2安打2打点1本の長打に1個のフォアボール、三振1つありますけども、でも抑えたとは言えないよね。さすがのダルビッシュとて捕まって、でもその前後を抑えているから結果2点しか与えなかった。その時点でいっぱい点差もありましたしね。ゆとりある状況だったんでよかったんですけど、繰り返しがこれがゆとりのない接戦でランナーがいて打たれたらダメな状況で村上に回ってきたところを抑えられんのかやれんのか、いや、やらなきゃ勝てないから、そういう状況が来たらやってもらいましょう。俺はやらないよ。選手に任せて勝つ、それでいいんですよね。別に俺がそこに加わろうとは思わないし、思いたくもないし、なんでそんなことせんなあかんの。苦しいことは嫌なんでね。苦しいこと逃げていくシリーズですから。阪神の島田肉離れですね。本当に肉離れってこう長引きますからね。うちの選手もしてほしくはない。あ、同時に交流戦優勝を決めたらしいですね、今日このタイミングで。まあどっちでもいいかな。そらね、負けずにここまで勝ってたら交流戦優勝決まるのは当たり前の話であって、別にそれを目標にしてきたわけじゃないし、そして今勝ってる世界
回というのもたった1回の敗北や引き分け、1本の被弾、1本のヒット、1回の過ち、それによって全部崩れますからね。1試合目も村上の状態の良さが怖いですが、そこをうまく抑えていくし、前後にも打たれないように。今永リアルでも炎上が続いて、お前メジャーいけんのか、大丈夫なのか不安を感じてますけど、この世代でも若干炎上が続いてる。それも 2.03 ですけどね。でも打たれることが若干増えてきてる、リアルとリンクして。今日それがまた起こらないように願ってる、祈ってる、頼むぞ今永。さっきのゲーム展開のように大量点差を開けて村上の打席を迎える、これが一番理想的な展開なんですけども、いきなり、おい内山にホームランを打たれる相手が違うだろって、お前なんでそこに打たれとんねん。これがあるからいまいち信頼がない。今ローテ5人いるんですけど、その中で一番信頼ないのはこの今永やな。結局岡本のホームランでね、同点に追いつくのはいつも通りなんですけども、そして逆転するのもいつも通りなんですけども、ただ正直今永先発起用やめた方がいいかもしれない。でまた岡本2試合にわたって、で前の試合からこれ6安打目じゃないですか。6打席6安打でホームランも4本目、なんかすごいペースで打って、もうまた打った、連続安打いつまで続いてんねん。7打席続いてるけどね、このカードだけで。すごくない、やばくない、打ちまくりじゃない。この後また打ってくれんのかな。そこを期待して、どう。うわー、さすが打てず連続安打ストップですね。でもこのカードで4本のホームラン打って打点も稼ぎまくり。今日もやるとしたら9回かな。うん、連日またって俺がやるようなシチュエーションがないっていうね。やる必要がない。まあでも1回くらい攻撃やっておきたいな。何もせず終わるのは嫌だ。何もせずともいいシチュエーションなんですけどもね。まあでもいいか、もうこのまま9回のイニングやっていきましょう。追加点もなくで、最後は栗林、また栗林なのか。毎回栗林じゃないか。そんな栗林掴んでいいんやけどね。連投はあまり危険なんだよな、怪我のもと。実際怪我してね、 WBC の本戦途中でいなくなったわけなので、やっぱこういう投手っていうのはあまり使わない方がいいんですよね。もちろんリリーは連投するのが当たり前のポジションですから、泣き言は言ってられない。ただいつだってどこだって怪我のリスクっていうのはついて回るわけであってね、そのことを考えながらやっていかないと、いつかいつの日か、いや今この瞬間に痛い目を見て、明日には栗林がいなくなってるかもしれないぞ。この打球は取れる範囲でアウチュー。何のプレッシャーもないわな。2試合にわたって大量点差の中、9回をただ抑えるだけ。それお前やる必要あんのって言われたら、まあなんか一応動画の尺稼ぎじゃないですけどね、何もやらずに終わったら何も面白くないわけですし、すぐ動画終わっちゃうんで、そういう意味でやってるっていうね。そういう意味でしかないだろこの場面で俺がやるのはね。やりますよ、こういうシチュエーションでも。1試合に1回絶対やる場面は作っていこうと思っていて、俺はもっと後半でやばいシチュエーションが来るんじゃないかなと思い描いていたので、やることなくどこを見守ってたんですけど、その前に岡本が打ってくれる、嬉しいことですよ。別にそれを批判してるわけじゃないし、そんなんやるなよって言ってるわけでもないから、むしろ毎試合それで溢れてくれたらいいんですよ。俺が接戦時でやらない、そういうシチュエーションがね。今日もまたすごい活躍をしてくれた。連日にわたって、なんだろうね、フィーバータイム入ってますよね。まさにこの後ノリノリ迎えてもおかしくないですよ。いくらなんでも打ちすぎなんだよな。まあチームが強いことによる相乗効果、弱ければ強い選手が弱い数字を残して弱くなるってことはありますけど、強いチームであればその相乗効果でもちろん強くなって強い数字を残す、能力以上のパフォーマンスをすることってありますから、まさに今の岡本がそうだと思いますよ。さあこの後ノリノリはあるのか。今佐々木朗希がノリノリ中なんですけど、それに続いて岡本はないんだね。こんだけ打てたらあってもおかしくないと思うんだけどな。ないことが不思議でたまらないというか、なんでないんだろうっていうね。これでノリノリじゃないってことは、もっと打ってるってこと、それが本当の実力ってこと、わかんないですね。今パワー上がりましたけどね、ノリノリになると覚醒があってさらに力がついてくるわけなので、そういうことを期待している。ここまで57試合に出場して全体の打率は2番目ですね、チームで。これもちろんパリーグで見ても2番目入ってますからね。その下に牧原と近藤、ソフトバンクのね、この辺の活躍がすごいな。うちの牧原とは全然違う。何これ、ソマリオムディリン11本は37打点10盗塁。見てよ、これ全然打ってないでしょ、うちの牧原ね。同じ人物でありながら強いチームにいる牧原がこんなんで、ソフトバンクにいる牧原があんなんで、その差は何なんだろう。強いチームにいたら強い数字残すと俺さっき言ったよね。一部例外ってやつがありましたね。まあいいや、岡本はここまでね、このような数字を残し、ホームランも24本というのはリーグ全体トップですし、えげつない数字を残してる。打点も68打点、得点圏でも打ってくれている3割4分9厘とね、もうチャンスで4番で岡本和真任しておけば簡単。そしてまた上位打線がチャンスを作りまくるからより簡単。 OPS だって11割で、これに関してはチーム最高 OPS 時点で大谷吉田と続くとこ、圧倒的な数字を残していて、岡本和真のおかげで勝ててるこの2試合、いやこれまでもそうだし、これからだってな。ここまでの2試合、チームの差はもちろんですけど、4番の差ってやつが出ていて、こういう結果にもつながってると思う。こちらの岡本和真が打ちまくってるし、村上も打ってるは打ってるんだけれども、やっぱいい場面であまり打ててないというか、
ね。試合が決まった場面、いやまあそういうシチュエーションを投手が作るからね、村上に罪があるわけじゃない。でもうちの岡本のように本当に大事な場面でお前のバットで打ってたら流れ空気ってやつは変えられると思うんですよね。結局は自身で変えられてないからチームはそのままうち侍ジャパンに飲み込まれ、戦力差があるからね。とはいえどもうそれなんですけどね。一番ね、村上は本当すごいですよ。相手村上はね、こっちだってすごいんですけど、そこの差が一番なんですけど、ただ一人のバットで変えることってできるんですよね。でも今日の村上はできていないし、これからもできないのかな。マーキー DH で起用してるマーキーのホームランで先制点いただきましたとさ、今日に関してはね、投打やりたいので早めに注目して2点目ゲッチですね。この流れで岡本和真打席回るとこ、1打席目に関してはゴロを打ってますけど、次の打席俺が注目して、あ、でもさすがにちょっと早すぎるかな。まだ回に関しては4回ですし、やるんだったら5回、切りのいいとこやりましょう。お、大谷がちょっとピンチを作ったんだけど与えることはなく、その流れ、あ、4点目取っちゃって、なんか正直この流れでやる必要はさえあるのかなって言われたら微妙ですけど、やらないと他もうやれるシチュエーションないからね。また最後9回だけやったってしゃあないでしょ、あんな残飯処理ね。まずは5回の表をしっかりと抑えて大谷翔平に勝ち投手の権利を続けて、その流れの5回裏の攻撃でさらに点差を開けて勝負を、蹴りをそこでつけていく。であとは選手に全部任せるという形を取ろうと思います。相変わらず使いやすいな大谷翔平は。いい球投げれるよね、そんな能力が高いんだもん、当たり前じゃん。たやすいね、簡単だね、何も難しくないね。なんか風もあるんだけども、そこには吉田がいる。いや吉田だから若干不安だったけどね、いろいろとメジャーで守備でやらかしてるから。この打球はセンター前に持っていかれて、村上まで回す必要性はないぞ、簡単に抑えていこうぜ。山田哲人を抑えて、この後村上がいるところ、回さない回す必要性がない。よし、これも3球勝負でフォークで終われ。あて、てランナーは繋がれて、おう、何かが起こる。大谷対村上対決。村上といえばこの大谷ね、破壊されて一時メンタルがやられて打てなかったみたいな説もありましたけどね。でもこの世界では顔を合わせ、対戦相手として眼前にいる。もちろん抑えていきましょう。初球の入り、フォークから。落としてストライク。投手としてもお前より上やぞ。選手として上なんだ。打者としてはもう何ランクも上ですけどね。違いを見せてやる。わっ、違いを見せつけられたわ。アウトコースのストレート完璧なとこに行った。投げたいとこに行った。確か2球続けた。でも一番手の届かないとこで、大谷のあのスピードを反応できるはずがないと思っていた。見下していた村上なんでね。言うてもレベルの違いがあって、格の違いもある。それを見せつけてやると言った矢先のこのホームランを浴びるというね。やっぱ油断できない選手です。あな、見下してはいけないです。あな、これで点差1点差になりました。あな、それでも勝ち投手の権利は目前にあるんだけど、まだ終わってない。なんで終わろうとしないの、早く終われって。村上打たれて、ある意味落ちはついたし、動画のサムネになるようなイベントはあった。もうそれで十分なんだよね。以降打たれるようなことなんて、はこうなりました。まだ終わってない。いや、終わって、早く終われって。お前ふざけんなよ、こら、クソカス、お前、おい。なんでまだ続いとんの、状態上がっとるしね。うん、早く終わって。もう、とりあえず、うん、終わって。で、逆転したらイダクの話なんで、再びね。うん、終わって。終わった。うん、でも、大谷翔平が炎上した。俺がやらなければね。ここはね、無失点だったの。俺がやったったな、こうな、邪魔でしょ。だからやらんでいいんですよ、基本的にね。9回だけ、残飯処理だけやっときゃよかったのね。余計なことした結果、このようになりました。いいじゃないですか、打たなくてもよかった5回裏ですけど、打つ理由が確かにあって、打ちましょう。そうやってやっていけばいいんですよ。おう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 、相手ピッチャー、ピーターズの、何やら制球が乱れてる模様、動揺することはこっちなんですけどね。なんでお前、打った方が動揺してんだよ。ここまで打つと思っていなかったんでしょうね。まずは出塁といきたいとこなんだけどな、ミート打ちに切り替えて。当てに行った結果の凡退だったら最後まで強振で振り回した方が鈴木誠也らしくて良かったんじゃないと思うけど、まあとりあえず誰かが出ないことにはどうしようもないわけなんでね。誰かを出して誰かで返していく。誰でもできることなんで。だから誰かと言ってるんですよ。特定の選手は言わない。誰か名指しで言う理由がないからね。誰だってできることなんで誰だっていい。この打球は三塁線。フェアになって吉田正尚、足遅いんだけど、ツーベースいけるか、いけるよな。さすがいけるよな、いくら鈍足とはいえど。よし、チャンスは作った。絶対同点には追いつきましょう。それは絶対であって、ここで岡本であって、打ちましょう。打てるんだ。きっと打てるんだ。打ってきたんだよね。岡本和真のバットによって勝ってきたんだから、ここだって同じ。岡本で打つ。まあ別にこの後も強い選手はいますけどね。でも今は岡本で打ちたい気持ち。気分。甘い球あるよ。まあ全部甘い球かな。今の岡本からしたら。全てが打てる球。
今の打ってよかった。今のこそ打たないとダメだった。なんで打たなかった。はい、でサークルチェンジで三振で、やりたいこと全然できずに結果何もできず終わったらあかんからな。相手村上に打たれたんだったらこっちの村上でも打ってやられたことをやり返す。2倍返しでいきましょう。きっと絶対間違いない結果を残してやる。ここは絶対得点欲しいっすよ。スタミナは切れて帰るべきでしたね。肩で息しだしたのであれば、まあ、そもそも打席に入る前に変えておくべきでしたね。共に村上が打って、こっちは逆転ツーラン。まあでもその村上によって一時逆転されたわけですからね。繋がれて。まあどちらにせよいいですよ。勝ったのであれば、その道中に起こるイベントを楽しみました。よかった。お腹いっぱい満腹です。これ以上のイベントはいらない。このまま勝つのはうち侍ジャパンであり続けましょう。まあピッチャー変えない。変えない理由ないだろう。高津監督バカなのか。この打球もセンターオーバーか。オーバーでしょ、確実に。あー、塩見の守備範囲が広かったな。まあでもいい、逆転をしたわけなので以降は選手に任せる形を取ろうと思いますが、大谷翔平まず変えますね。いつも通り宮城かな。状態の良さもありますし、そして宮城で抑えてもらって、やらなかった。今ピンチ危ないね。なんかちょくちょくそういう場面見ますけど、宮城は2イニング抑えてくれましたね。彼の得点、はい、吉田のホームランで結局こうなりますからね。もともとこうなることがおかしいっていうか、おかしいんだよね。まあいいか、まあいいやなんかいいや、もういいやってなったね。はい、ゲームセット、栗林3連投か。最後まで出てきましたね。でも勝ったんどっちこっち、いろいろとありましたけどね。勝てばいい、勝ったらこれで交流戦も残すは1カードとなって、このまま行けば無事交流戦を乗り越えて、またリーグ戦再開し、物語を明日へとつなげていけることになるかどうかは、まだ西武戦が残っていて、それ勝てんのかやれんのかっていう問題が生まれてくるからね。それに負けたらここまでの積み重ね、今宵の逆転勝利も全てがパーになるのがこのシリーズの恐怖で怖さや。次回交流戦の最終カードをしっかりと簡単に勝って締めくくれるように動画投稿していこうと思っているので、興味があれば見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。